ちでーす。おはようございまーす。まだ眠いよな。フルライブ5期生オレンジ担当、アイドル VTuber の、ももすずねねでーす。今日はねねと朝から、スプラトゥーンしないか。まだ眠い。骨の話する？ねねの骨はね、物理的に最近お腹腹部あたりを強打した記憶ってありますかって言われて、ないですねってない、全然ないですねって。飼ってるワンちゃんが飛びついてきた時くらいですかねみたいな話してて、まあそれはちょっと考えにくいので、疲労骨折なんですけど、疲労骨折って言ってもなんか疲れて折れちゃったっていうのじゃなくて、例えばくしゃみとか咳とか、あと大声で笑ったりとか、まあ人によっては大きく息を吸ったり吐いたり、そういうので折れてしまうんでみたいな、まああんま気にしないでくださいみたいな。おばあちゃんなんよねの骨が、カルシウム取らないといけない。疲労骨折をしたから、もう一個ねねがもう生まれつき持ってた病気が発覚して、それはね、非常に助かりました。疲労骨折しなかったらね、気づかずに対策打てなくて大事になるところでした。嘘、隠れた秘密がついに見つかっちまったんじゃないか。腰の方の骨に異常があって。あ、なんかもうこれに関しては先天性なんで大丈夫ですよって。今のところ特に治す方法もないですって言われて。痛くならないように今まで多分できてたと思うんですけど、みたいな。疲労骨折したから、あばらをかばってる状態で体を使ってたから、そっちの方の痛みも出ちゃいましたね、みたいな感じで。だから今、上半身すべてが痛い。底辺だ。そう、今コルセットしてんのな。暑苦しいし、締め苦しいし。でもね、息吸ったり吐いたりいけないんで、って言われた。治り遅くなっちゃうんで、って。配信して、全然大丈夫。全然問題ないよ。配信は普通にできる。なんか、むしろ、一回座ったら座りっぱの方が楽だし、一回立ったら立ちっぱの方が辛い。辛い。なんか、座ったり立ったりが辛いから、どっちかに固定しちゃえば大丈夫。カルシウムウェハース食べてもろて、食べなければならない。食事も大事ですってやっぱ言われちゃった。いや、なんかね、ママも言ってたけど、なんかねえちゃん、今年ずっとなんかどっか痛いじゃんって。ウケるーって言われた。なんかね、笑ったりすると非常に腹が痛みます。でもみんな痛いのには理由があるってことが分かっちまったね。なんか肋間神経痛なんじゃないかって言われてたけど、違ったー、みんな。やっぱ病院には行った方がいいよ。ももすずねね、歯医者に行け。歯医者から逃げるなんて。ああ、歯医者がこの世で一番怖いんだ。どうやって折れたんですかって。わかんないけど、くしゃみとか咳とかって言われて。まあ、咳は確かにちょっと前までよくしてたから、咳かな。でももう最悪息しててもなりますよって言われたから。そんなもんなんだよ。人間の骨なんて脆いんだ。ああ、やばいやばい。ちょっとネクラが出てきてしまいました。あきみ先生ありがとう。大丈夫。ね。今日放送で証明できたと思うんですけど、普通に元気なんですよ。なんか、そうだな。痛みの具合は、なんか正直時間帯とか、立ってる時のポーズとかにもよるんだけど、座ってると、あばら骨、肋骨の骨がこう、なんていうの？ぐっと下がるから、なんか食べ過ぎてお腹痛い時みたいな、なんかシクシクみたいな感じで痛い。笑ったら痛い。そう、でもみんな笑かしてくるからさ、真顔で痛い、みんな。あ、やばい。痛い。もうみんな笑かさないで。そう、シェケシェケ痛いから。シクシクじゃねえ。ちょっと足りないんだよ。シェケシェケ痛い。みんなスンってなってて。あ、笑わせないで。あ、ちょっと笑わせないでよ、ほんとに。あけみさんね、いつも通りのねんちで安心しました。いや、もうほんとにいつも通りよ。なんだったらあれだよね、病院に行って気がついちゃったがゆえに、なんか逆に痛く感じるまであるよね。病院行くと意識しちゃうやつ。痛いような気がするーがさ、あー、これ確実に痛いんだ、これーに。あ、なるときあるじゃん。肝え甘いからのやつ。意識すると、あ、今だってねね、あ、骨折れてるか、これ痛いわ、これ確実に痛いわーってなるんだよね。なっちゃうよ。言われた方が意識しちゃうの。だから普通ですよね。では大丈夫、元気よ。